私の生まれ育った黒水町、これからお話しするのはこの町で起こった奇妙な話の数々です。また負けちゃう。山口君、びっくりした。え、びっくりしたみたいだね。当たり前でしょ。怒ったのかい。びっくりさせるのは僕の趣味なんだ。ああそうですか、いいご趣味だこと。何よ。小島君、僕と付き合ってくれないか。え、はいはい、びっくりさせていただきました。ごめんなさい、私本当急いでるの。じゃあね。小島くん、違うよ、本気で好きなんだよ。秀一くんのお父さん、こんにちは。
帰りなさい。今日は私の勝ちだね。二人乗りは禁止だっつーの、まったく。う？こんにちは。あら、おかえり。中の片付け終わりました。はい、ご苦労さん。あれ、看板なくなってますよ。あら、やだ、本当だ。試験なんかあるんだろう。周一くんみたいに頭のいい人はいいけどさ、私も中学までは授業さえ受けてれば勉強しなくてもできたんだけど、高校は別よね。特に数学、もうパズルみたい。頭こんがらがっちゃう。ねえ。ん？ああ。さっきね、修一くんのお父さん路地で見かけたよ。カタツムリのからじーっとビデオで撮ってた。あ、でももしかしたら人違いだったかもしれない。暗かったし。それ親父だよ。最近ちょっと変なんだ。え？いや、ちょっとね。修一くん、この頃元気ないよね。受験勉強のしすぎじゃない？もっと気楽に考えた方がいいって。修一くんだったらどこでも合格できるよ。成績は優秀なんです。なあ、キリエ、俺と駆け落ちしないか？え？駆け落ち？そんなことできるわけないよな。そんな、いきなり。やっぱりそういうことには順序っていうか、そのごめん、気にしないでくれ。さあ帰ろう。修一くん。480円。はい、はい、はい、お、はい、20万円。はい、どうも。はい、あ、そうだ、お父さん大賞取ったそうじゃない。おかげさまで。よかっ
ったな。これからは小島先生って呼ばないとな。そんなことないですよ。よし、今日は特別におまけしよう。よいしょ。わあ、いいんですか。いいのいいの、お祝いだから。ありがとうおじさん。いやー、ますます精が出ますな、小島さん。緑山市の美術展で賞を取ったそうじゃないですか。いや、お恥ずかしい。偶然ですよ、偶然。いやいや、なんというか、その陶芸こそ真の芸術、渦巻きの芸術と言っていい。はあ、渦巻きの芸術ですか。なるほど、渦巻きか。確かに時々目が回りますよ。誠に素晴らしい。どうです五島さん、私に一つ作ってくれませんか。その特別目の回りそうな皿を一枚、皿の表には渦巻き模様を描いてください。渦巻き模様の皿ですか。そうです、渦巻きです。こうぐる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 とね。ぐるぐるぐるですか。はい、わかりました。うん、やってみましょう。よかった。私はね、小島さん、渦巻きというものに何やら神秘的なものを感じるんですよ。神秘的なものですか。小島さんにもきっと理解していただける。渦巻きは素晴らしい。渦巻きこそ最高の芸術だ。あなたはその最高の芸術を生み出している。芸術家なんだ。さんがくれたの、お父さんのお祝いに行って。ほう、そうか。これもキレイからもらったお守りのおかげかな。お父さんの実力よ。修士くんのお父さんにも褒められたんだから、もっと頑張んないとね。ああ、そうだな。いただきます。ん、なんだお前、見てたのか。うん、このメロン美味しい。そうか。どれどれ。ん、本当だ、美味しいな。でしょ。うん、うん、うん、あー美味しい。
つもおっちょこちょいな私を助けてくれたっけ。お母さんが死んだ時だって切り絵、俺と駆け落ちしないか。駆け落ちね。私は待ってるんだよ、周一坊ちゃん。さあ、東京の大学受験するの？何よいきなり。うん、多分そうだと思うけど。多分って、キリエそんな大事なこと話してないの？うんうんって、ダメじゃん。それじゃ付き合ってるんでしょ？まだ付き合ってるってわけじゃ。そんなのんきなことしてたらさ。わっ、うん、びっくりした。山口、そんなことしてキリエの気引こうとしても無駄だぞ。キリエにはちゃんと彼氏がいるもんね。シンホ知ってるよ、斉藤修一だろ。あんな暗いやつほっとけよ。俺、君みたいな綺麗な子を彼女にしてみんなをあっと言わせたいんだ。バーカ、そういうお前が一番暗いんだ。行こう、キリエ。ちょっと待てよ。あんたはついてこないでよ。ゴシバ君、やばいやつに目つけられちゃったね、キリエ。昨日も待ち伏せされたの。待ち伏せ、うん、気をつけた方がいいよ。この前も他のクラスの子があいつにつきまとわれ大変だったんだって。本当に、うん、全くあいつはこれだからね。何それ、どうか。3点。大丈夫。しかし屋根も見ちゃったよね。あいつ階段の手すりのとこでアクロバットの真似してたらしいよ。バカだよね。でもさ、あの死に顔笑ってるように見えなかった？普通笑うか。幸せだったのよ、関野さん。
他人から注目されるってすごく幸せなことじゃない？ねえ。注目されない人間なんて生きている意味ないわ。見つめられるのって快感よね。あなたたちはそう思わない？私は目立つのはあまり好きじゃないから。っていうか死んじゃったんだよ。ん？あいつは死ななきゃ目立たないじゃない。私は目立ちたいと思ってるわよ、最近特に。本当の意味で注目されたいの。その階段って螺旋階段だろ。なんでわかったの？え？渦巻きだ。え？渦巻き？渦巻きって何？渦巻き模様は人の目を中心に引きつける力がある。だから渦巻きに取り憑かれた人間も他人の目を引きつけようとするんだ。その死んだやつもきっと渦巻きに取り憑かれたんだ。まさか。偶然としか思えないけど。最近俺はこの街にまがまがしいものを感じる。あのトンネルを抜けて帰ってくるたびめまいがするんだ。この街は渦巻きに呪われている。私には何も感じないけど。昨日うちの親父がキリエンチ行っただろう。え？はあ、うん。渦巻き模様のお皿作ってくれって。うちのお父さん芸術家なんて言われたから早速張り切って。やっぱり渦巻きだ。考えすぎよ。渦巻き模様に凝るなんてそんなに珍しいことじゃない。君は何も知らないからそんなこと言えるんだ。ごめんなさい。親父の凝り方は異常だよ。最近親父は昼間会社へも行かずに街で見かけた渦巻き状のものを集めてくるんだ。あふれ返った渦巻きを見ている親父はもう呼びかけても返事もしない。ただひたすら渦巻きに見入っているんだ。昨日の夜だって病気だよ、親父は。母さんだってもう限界だろ。やっぱり病院に。
ああ今日も疲れた。よいしょと。おい、ナルト巻きおかわり。あ、それが最後なんです。何？もうないのか？すいません。謝ることないよ。ナルト巻きの入ってない味噌汁なんか食えるか。親父はそれで少し気が済んだようだった。笑い事じゃないんだ。だって。これから俺の家に来ないか？来てみりゃわかるよ。バカだーん！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 お前なんてことしてくれたんだ。ただじゃすまんぞ。やめてください。やめなよ、エジ。どうしたんだ？私の大事なコレクションをこいつが全部捨てたんだ。俺が捨てたんだよ。あんなもん捨てちまった方がいいんだ。なんだと？お前に何がわかる？お願いです。昔のあなたに戻っていい加減に目を覚ましてください。ふん、まあいいさ。捨てしまったものは仕方がない。渦巻きってものはな、別に物でなくたって構わないんだ。最近それがやっと分かってきた。渦巻きは自ら作り出すもんなんだ。いいかお前ら、よく覚えておけ。渦巻きは自分の体で表現できるんだ。例えばこんな風にだ。最近秀一君と会ってないんだって？秀二には秀二。喧嘩でもしたの？自傷骨で増幅されて内耳に伝わっていく。いいか、
そんでもって内耳にはカタツムリのような形をした影。もうじゃあ何だっていうのよ石川。あ、はい。また赤点でもいいのか。うーん、あ、なんだ片山、今何時間目だと思ってるんだ。すいません。あ、朝ちゃんと家出たんですけど。先生、そいつめっちゃくちゃ足のろいっすよ。カタツムリの方が早いらしいっすよ。なあ。やめら。小山、下手な歌歌うな。下手な歌。しかし片山、お前もお前だぞ。大体お前、最近なんで雨の日にしか学校に来ないんだ。後で職員室に来い。職員室なら2年はかかるな。俺たちもう卒業してんじゃん。とにかく早く席に着け。津村の肩持つわけじゃないけどさ、片山って本当動き鈍いよね。石川。あ、はいはい。お前は座っていいとは言っていないぞ。見てるとイライラすんだ。早く行け、このデブ。死ね。イライラすんだよ。おい、気持ち悪いんだよ。何やってんだ。おい。おい。おい。やめないか。おい、やめろ、小山。来んな。お前らも早く席に着け。大丈夫だよ、探せば見つかるから。びっくりした？どうして？開けてみて。受け取れないわ。中身も見ないで返すのかい？いいから開けてみてよ。喜んでくれた？もうやめて。どうして僕
じゃダメなんだ。私あなたの趣味に付き合う気はないの。これ以上私に構わないで。小島くん、僕は諦めないよ。必ず君を振り向かせてみせる。遅くなってごめんなさい。おう、おかえり。すぐご飯作るから。ああ、キリエ、悪いんだけど秀一君のお父さんに皿持って行ってもらえないかな。ってなんだ。うん、気にならなかったら作り直すからって言ってくれ。ごめんください。俊一くん。
キリエの声だ。キリエ。どうしてキリエ。キリエちゃん、どうしたの。渦巻き。心臓発作じゃないの。自殺らしいわよ。親戚にも本当のこと教えてないみたいよ。ああ、そういえばおかんの蓋も開けてなかったしな。どんな死に方したのかしらね。よろしく頼む。大丈夫か。顔色悪いぞ。うん。修一君こそ。ああ。こうなることはなんとなく予感していたから。今はお袋の方が心配だ。お袋にはまだ行ってないんだけど、初七日が済んだ。奥さん、どうなさいました。なんだよありゃ。母さん、どうしたんだよ。母さん、落ち着けよ。あれ、お父さん。母さん、おい、救急車呼べ、救急車。母さん。元気出して。キリエ。ん？手遅れにならないうちにこの町を出よう。へえ。言っただろう、この町は渦巻きに呪われてるって。早くこの町から出ないと。おばさんはどうするの。 2,3 日安静が必要みたいよ。ああ、斉藤修一君だね。この度のことは。父のことご存知だったんですか。実は数週間前にお父さんが社にいらしてね。その時はこの町の歴史が知りたいと言われて、資料をいくつかお見せしたんだ。何か妙な素振りを。いいかな。
そうだな、渦巻がどうとかこうとか。お父さんがどんな状態で亡くなっていたかは警察に聞いた。僕が知りたいのはなぜ彼がそんな死に方をしたかなんだ。いや、それを記事にしろってんじゃない。僕はただその原因を突き止めたいんだ。今回の君のお父さんの死には何か深い意味があるような気がする。それにあの火葬場の煙、何か引っかかるんだ。信用してもらえるだろうか。こんにちは。あの時の親父が撮っていたビデオです。親父は死ぬ時もビデオを回してました。ちょっともう一回見せる。鏡？母さんの手鏡だ。なんで鏡なんか持ち込んだんだろう。それにこのビデオを少し預からせてもらっていいかな。何か分かったらすぐ連絡するから。あの秀一君とはいつも一緒にいるの？ええ、幼馴染だから。そうか、幼馴染。いいな、幼なじみは。私いつも助けてもらったのに、いつだって元気づけてもらったのに、なのに私こんな時どうしていいのか。彼のために何も、秀一君に何もしてあげられない。こんな時は誰だって何もしてあげられない。自分で乗り越えるしかないんだ。でもね、これは新聞記者の勘だけど、君の存在は彼にとって大きな支えになってると思うよ。支え？ああ。だから自信を持って頑張んなくっちゃ。しっかりしなくっちゃ。家が近くになったら言ってくれよ。
次の角右に曲がったとこです。次の角右ね。大丈夫ですか？平気だよ。どうしたの？泥だらけじゃない。トンボ池の土を取ってきたんだ。引いちゃうよ。来るんじゃない。早く戻って寝なさい。だっていいから早く寝なさい。
ケイ。キリエさ、明日の生物の試験大丈夫？え？え？って忘れてたの？次。大丈夫？はい。キリエ最近よくぼーっとしてるけど、なんか悩み事でもあんの？ねえ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 。見て見て見て。関野さんの髪。朝あんなにパーマかかってたっけ？はい、次。飲んでるとすぐへばるぞ、つむら。おばさんに甘いもの好きだったでしょ。ありがとう。ああ。うん。ああ、これお袋には食べられないんだ。え？あ、ごめん。お袋は渦巻きの形をしたものはすべて親父の最後の姿に見えるって言うんだ。ごめんなさい。つむじや指紋も渦巻きだろ。だから見せないようにしてるんだ。食べる？
変な格好させてごめんよ。病院の人たちにも気をつけてもらってるんだ。お袋も渦巻きは自分の体から全て取り除いたし。渦巻きを取り除いた？会えばわかるよ。あとは渦巻き恐怖症が一日も早く治ってくれればだ。母さん。あら、キリエちゃん。斉藤修一様、斉藤修一様、いらっしゃいましたら至急ナースセンターまでお越しください。すいません。はい、今呼び出された斉藤ですが。先ほど田村さんという方から至急連絡が欲しいと電話がありました。ありがとうございます。もしもし、斉藤ですが。修一君。有力な手がかりがつかめたんだ。これからトンボ池に向かうから君も来てもらえないか。今からですね。はいはい、わかりました。こんなところにまだ。修一君。お袋が見たら大変だ。耳の中にまだ渦巻きがあると知ったら何をするか分かったもんじゃない。田村さん、何かが分かったような口ぶりだったよ。これで渦巻きの謎も解けるかもしれない。こんなやつのために、こんなやつのために君は僕に冷たくするんだね。キリエ、誰なんだこいつは。でもいいんだ。君がそうなら僕はもう決めたよ。行かなきゃならないんだ、どいてくれ。うるさい。小島君、永遠に僕を忘れられないようにしてあげるよ。山口君。キリエ。昔よくここで遊んだよな。うん。キリエ、すごい怖がりでさ、この池には大蛇がいて女の子が遊んでると食べちゃうんだぞって言ったらワンワン泣き出しちゃってさ。覚えてるよ。修一君オロオロしちゃって。キリエちゃんのことは絶対俺が守るから安心しろって。
静かね。何もかも現実じゃないみたい。夢なら早く覚めてほしい。夢なんかじゃない。現実に人が死んでるんだ。この街は渦巻きに呪われている。きっとこれからも。キリエ、まだ渦巻きがある。
町で死んだ人はよその町で火葬されてもやっぱり同じように黒い渦を巻くらしいですよ。ねえ、あれなんか顔に見えない？やだ、顔が見えるでしょ？ねえほら、え、情報をお伝えします。今年はなぜか例のない異常気象で台風が一つも発生していませんでしたが、この時期になってようやく第1号台風が発生しました。現在大型で強い台風1号は本土に上陸し、1時間におよそ6キロから9キロの丸山千恵です。台風の近づくここ黒津町では数日前より奇妙な出来事が続いております。まず第一に、なんと人間の大きさほどもある巨大カタツムリが出現したのです。ちょっと待って。同級生の君だと思うんですよ。ある日背中に渦巻き模様現れてきて、雨の日にしか学校来てなかったんですけどね。でもね、2人ともとってもプリティだったよ。思い出しただけでもうずうずしちゃう。あれ絶対ですよ。水とかガブガブ飲んでたし、みたいにどんどん動きがのろくなってたしね。あ、うちの親父八百屋やってんだけど、山道で一豆見たっつってましたよ。巨大カタツムリの正体は人間だったのです。ひとまいまいと名付けられた2匹の巨大カタツムリは山に向かったと思われますが、その行方は確認されておりません。現在町の青年団による必死の捜索が行われております。しかし
クローズ町での怪奇現象はこれだけではなかったのです。これらの事件すべてに共通しているのは渦巻き模様なのです。この町ももう終わりだ。早く逃げよう。私お父さん呼んでくる。キリエ、俺も一緒に行くよ。あとどれくらい？あ、もうすぐですよ。ほら、トンネル見えた。よかった。次はもっとマシな取材したいわね。あれ、出口見えないの？ハッピーかい？どうだ？おいらかっこいいだろ。渦巻きめけ。あれ？さっきまでいたのに。釜の方にいるんじゃないのか？お父さん？どこ行ったのかしら？どうしたの？秀一くん。ねえ、俺も巻かれた。来るな。お前だけでも逃げろ。俺はもうダメだ。いやよ、いや、一緒に逃げようって言ったじゃない。キリエ、ごめん。俺お前を守れなかった。いや、しっかりして。いや、お前が。秀一君、秀一君、したじゃない。絶対守るからって言ってくれたじゃない。死なないでよ。死んじゃいや。I'm not gonna lie.
私の生まれ育った黒津町。これからお話しするのは、細い道あてもなく歩いてた。暗い夜にあたりを追い始め探してた宝物見つかると、季節を過ごしてきたこの体引きずり回すように古ぼけた時計を巻き戻せば悲しみの痛みは和らぐのか。砕け散る